では今日は、寺田本家さんにお邪魔してます。浅野さん今日はありがとうございます。ありがとうございます。いろいろなんかお話しして、お聞きしたいなと思います。はい、まあ、勝さんのことだったり、寺田本家さんのことだったり、特に意外と勝さんのことってあんま聞いたことないなと思ってですか？なんかその辺も今日聞きたいなと思いました。でちょっと今日は気軽に飲みながら、飲みながら引き続き、じゃあまたご連絡お願いします。召し上がってください。ありがとうございます。自分ちょっとだけ、あ、ですか？ありがとうございます。ちょっとだけちょっとだけ。あ、すみません。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ改めて。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。うまいっすね。ですね。はい。まあそもそもの僕が寺田本家さんとの出会いはもう15年前ぐらいなんですよね。はい、15年前ぐらいでまだ先代の、はい、圭介さんが、はいはい、ご活躍されてた時で、はいはいはい、まあ、その時、まあ、こう僕も研磨とかやってたんで、はいはい、まあ、初めてそういう自然のお酒っていうのを飲んで、うんうん、最初びっくりしましたね。なんだこれ、今までの日本酒と全然違うなって、あって、でしかもその作り方とか聞いたらもう全く違ったんで、はいはい、まあ、すごいなと、でこういう結びとかもあって、はい、相当とんがってるなと思ってでそこからの、まあ、大ファン で、 で、まあ、会社ができたのが13年前なんですよ。なんでその13年前から、はい、お家でも取り扱いさせてもらって、はいはい、っていう感じなんですよね。まさるさんがここに来られたのって何年前で何歳の時ですか？自分ここに来たのは2003年なんですよ。で、その時は2003年ですね。そうで30歳だったんですね。それで、まあ、その時もうちの亀さん、寺田家の娘だった亀さんともう付き合ってて、で、まあ、結婚するかどうかっていう時だったんですけど、でその時にじゃあちょっとお酒作りを一回体験してみないみたいな感じで、違う、最初稲刈りだ、ちょうど9月頃だったんですよ。はい、でちょっと寺田本家で稲刈りが始まるからそれを手伝いに来ない？来ない？って、で誘われて、でその頃ちょうど自分仕事してなかったんですよ。あ、そうなんですか？はい、前の、その前の仕事辞めて、フラフラする時期 で、 でそういうタイミングもあって、でお酒、稲刈りが終わったらじゃあ今度お酒作りもちょっとやっていけばみたいな感じで、でやって半年お酒作りをやったらやっぱすごい面白かったんですよね。ちょっとこうお米がどんどん変化して発酵してお酒になっていくっていうのがすごく面白かったし、はいはい、まあ、その時元気だった先代もすごく、まあ、面白い人で、いろいろ発酵っていうのをいろんな角度からこう眺める人で、なんかそれちょっとここで仕事するのすごい楽しいなっていうので、じゃあもうここで向こう入りしようっていうことで2004年に結婚をして、はい、もう 20年近くになりますね。あ、そうなんですね。はい、じゃあまずはこう稲刈りっていう軽いところから誘って、軽いところから取り組んで、だんだん これもらったと、奥になってでその前はこう日本酒がすごい好きだったわけでもなく、お酒もすごい好きだったわけでもなく、そうですね、はい、で、まあ、こういう、まあ、自然と生きるとか、もうこう自然の持続可能な世の中とか、そういうような考えとかも全くなかったんですか？それは自分ね、学生時代結構バックパッカーでいろんなとこ試して回った経験があったんですよ。で、学校出てからしばらく動物とか昆虫とかを撮影するプロダクションでいてカメラマンやってたんですよね。そうなんですか？はい、大卒の後ですか？大卒の後、まあ、大学の途中から始めて卒業してからも、まあ、でも結局3年ぐらいだったんですけど、それをやらせていただいてて、で、まあ、自然の中で身を置くっていうことがすごく自分の中で気持ちよくて、まあ、そういう仕事をしていきたいなっていうのはあったんですよ。あ、じゃあちょっと土台はあったんですね。そうですね。でそうこうしてるうちに、まあ、バックパッカーしてるって、まあ、旅をしてる時に結構農家さんに泊めていただく機会ってあるんですよね。海外で、で農家さんの仕事を手伝って、そしたらご飯食べさせてもらって、家泊めてもらってみたいな。なるほどなるほど。はい、そういうのをこうあちこちでやっていて、やっぱり農家さん、農業っていう仕事がすごい面白いなっていうのは思ってたんですよ。
まあ、たまたまそういうところはやっぱり世界中から人が集まってきますし、うん、そこにいながらいろんな人とこう交流ができたりとか、うん、で、やっぱ農業なので本当太陽が右から左から上がって右へ沈むっていうのをずっと一日感じながら仕事していくとか、うん、こう地平線の向こうの方まであるこの自分がカリフラワーとかやってたんですけど、カリフラワー、カリフラワー、それはオーストラリアですね、はい、もうそれをひたすら一日中収穫し続けるとかね、なんかやって、なんかなるほど、ね、こういう、そうシンプルっていうか、うんうん、なんかやっぱいいなっていうのは憧れみたいなのはずっとあって、あ、なるほど。それで20代 の、まあ、そのカメラマン辞めた後しばらく農家さんとこう研修行ったりした時期もあったんですね、うん、だからまあ稲刈りして一緒に来ないっていうのも、まあ、その延長線上みたいな感じで、なるほどね、はい、まあ、割とそういう自然の中にいるっていうのはもともと好きだった方だと思いますね。あ、じゃあ結構すんなり、うん、なんだここはみたいな、はい、まあ、なく、はい、比較的、あ、分かる分かるみたいな、うん、分かる、そうですね、はい、感じだったんですね。そうですね。でもなんか、なるほどね、やっぱ食べ物とことに関してはそんなに意識をしてなかったので、うん、なんかやっぱりこう食べ物が自分の中でこう自然としてつながってくる、うん、っていうのはやっぱここに来てからいろいろ学ぶところが多かったですね。なるほど。そうすると経歴でいうと大学でその昆虫のカメラマンでちょっと農作業とか手伝ってた時期があって、でここなんですね。そうですね。おお、はい、そう、僕その辺ちょっと今日聞きたくてどんな経緯だったのかなと思って、でやっぱ一番やっぱこうやってすごい特殊な、まあ、普通の酒造りじゃないじゃないですか、はい、だかそれ、あ、何飲みますか。あ、じゃあ次カトリー、カトリーいきますか。参りましょう。ありがとうございます。どうぞ。あす。少なめで。少なめで。はい。あす。少なめで。そうだから、それをこう向こうに入って、はい、どれだけこうどうそれに馴染んでったのかな。今はもう寺田本家っていうのはもうマサルさんっていうのがもう多分一般の人の印象で、すごい。もう、あ、この投資でこれができてんだなっていう印象があると思うんですけど、うん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 、でもそうなれるのって簡単なことじゃないなって思うし、何でしょう、そういうのって好きな人というか分かる人ってすぐ分かったり、まあちょっと経てば分かったりするけど、うんうんうん、分かんないというか、そういうのがそこに価値観を持つ持たないって、うん、多分一生変わんない人は一生変わんないじゃないですか。だから、はい、めっちゃもう、こう寺田本家のもう一体化してるというか、マサルさんがなってる、うんうん、そこまでってそんな簡単じゃないんだろうなと思ってて、今日聞きたかったんですけど。なるほどね。あ、だから自分の中でやっぱりまだね、あったんだなと、あ、なるほどなってちょっと思いましたね。あ、本当ですか。うん、例えば普通の、はい、じゃ金融で働いてましたと、うんうん、もうバリバリ仕事してバリバリ稼いでて、もう食べ物なんか、もう便利なものが一番いいと思ってて、まあサプリで補えばいいやとか、うんうんうん、っていう人が娘さんと結婚してここ来たら、もしかしたら一生馴染めないかもしれないじゃないですか。その感覚とか。そうですね。それはいい悪いじゃなくて、価値観が違うから、はいはいはい、もしかしたら一生違うかもしれない。うんうんうん、で。これをやれって言われたら結構大変じゃないですか。うん、そうですね、うん、そうあるかもしれないですね、うん、なんか、まあ、ね、うん、娘さんも選ぶべくして選んだのかもしれないねえ、これがなんか自分、まあ、そうやって昔から旅してる時から何がいいか何が悪いかっていうのはあんまり関係ないなみたいなのはちょっと思ってたんですよ、うんうんうん、それがやっぱりここの、菌に対する考え方も、はい、いい菌に悪い菌はいないよっていうのも、はい、なんか そこはこう感じ合うところ、うん、感じ通ずるところがあって、うんうん、なんかこう、まあ、今こう自然種作りってやってますけども、そう自然種作りだから偉いってことも別にないなと思いますし、 そうですね、それはもう自然の中の一環として、うん、そうやってるのが自分たちは心地よいからやってるっていうだけで、うん、なんかこう全然いい悪いっていうのがない、うん、なんかだからここに来た時もなんかここのお酒作りっていうのが、うん、すっと
受け入れられたっていうのあったのかなっていうのを思います ね。これに対してどう評価するとかの話なくて、うん、まあ楽しいし気持ちいいからここで仕事してみようかっていう感じだったかなっていうふうに思います、ね、そうですね。あ、すごい理解できました。バックパッカーやって昆虫と向き合って農業やってたら、それはなんか自然とともに自分も自然の一部だなっていうのが、もうどう転んでもそうじゃないですか。そういうのを経験してると。そうですね、自然をこう変えていくこともできないしっていうのって、やっぱり僕もバックパッカー結構やってたんですよ。あ、そうですね。あ、そうですか。うん、高校大学の時とか。あ、本当ですか。もうほとんど旅してましたね。へ、最初日本大嫌いだったんですよ。あ、なんかその気持ちもわかります。わかりますよ、ね、その頃は自分もそうですよね。日本大嫌いで、はい、やっぱアメリカかっこいいなみたいな思ってて、はい、旅しまくってたら、はい、いや日本ほどいい国ないな。そうですね、振り返ってみると ね、 そうですよね、はい、で今度日本ほどいい国ないなと思って地方旅しまくってたら、はいはいはい、地方ってめちゃくちゃいいなと。もう東京ってほんと住むとこじゃないなって思い出したりはい、はい、でなんかこう本物の作ってる産業、うん、あの味噌も醤油も酒蔵も、うん、いや本物がどんどん潰れてって、はいはいはい、それこそお酒の即乗法もそうですけど、うん、まあ、便利で大量生産できるのがスタンダードになってて、うん、はいはい、これもなんとかしたいなって思って、うん、まあ、コンサルティング会社入って、うん、まあ、そういう会社のお手伝いをしてたら食と健康とか、はいはいはい、まあ、自然ととか、はい、そういうのがだんだん分かるようになってきて、うん、っていう経緯が僕もあったので、はいはいはい、多分バックパッカーはした方がいいですね。やっぱりね、若い頃やっぱり旅をするっていうのがした方がいいですね。やっぱりね、あのよくまあ言い古されてますけど、うん、やっぱりあの旅をしてやっぱ見えてくることとかね、やっぱすごくあるなっていうのは思いますね。やっぱ農業やると絶対自然に逆らえないから、うん、そうです、やっぱりね、自分もその一部だなって。そうですね、思い通りにいかないこといっぱいありますからね、うん、でもそれはそれで、それをちゃんと当たり前と思ってれば、うん、ね、そこで苦しむ必要もないですし、うんうんうん、なるほどね、めっちゃ腹落ちしました。まさかおゆうさんもバックパックやってたとは。やってましたね、で農作業手伝ったりとかもしてましたし。そうなんですね、やっぱその辺は通じますね。同じじゃないですか、うん、昆虫は取ってないですね。昆虫捕まえたりはしてましたけどね。今でもやっぱり、ね、先ほど、ね、寺田本家は自分とって言いますけど、自分の中でやっぱり寺田本家ってまだ先代がすごい残ってるんですよ、うんうん、だからもう先代があの作り上げた、うん、まあ、酒蔵で会社で、今まだその時のスタッフもまだ何人か残っておりますし、はいはい、もうなんかその上にその敷いてもらったところに自分は乗っかって歩いてるぐらいな感じなので、うん、まあ、すごくそういう意味ではもう心安いところもありますし、うん、そうですね、なんか困った時、なんかどうしようかなと思った時には、まあそのあの時宣伝ならなんて言うかなとかいうことを考えたりしながら、うん、解決していこうとし、うん、見てる感じですか。見てる、そうですね、見てる感じ、見られてる。一番入って、はい、まあ、先代からいろいろそうやって話してるじゃないですか、はいはい、一番こうまあ、響いたこととか、響いたこと、びっくりしたこととか、逆にいやちょっとそれはないでしょうみたいなこととか、どんなありました。そうですね、そうですね、響いたこと、うん、なんかね、さっきあのやっぱりいろんな人がこう訪ね歩いてきて、うんうん、話を聞かせてくれとか言っていらっしゃって、うん、なんかやっぱり皆さん来て帰る頃にはすごく明るい晴れ晴れとした顔をして帰るみたいなところがあったんですよね。なんかこのいろんな人と出会う人たちをこうなんか輝かせるというか、うん、その人のいいところをこう引き出してあげるみたいな、はい、なんかいろんな悩み抱えてる方もそう自分の悩みを語ってるうちになんか自分のいいところを見つけて、うん、でちょっと前向きに歩いていくみたいな、うん、なんかそういう雰囲気を持った人だったんですよね。なんかそれがやっぱりまあ自分たちもこう微生物発酵と腐敗の違いっていうのは同じような科学的な現象、科学的な現象と捉えられたら同じようなもんだけど、それをよく見るか悪く見るかっていうところで、よく人間にとっていいようにこう
化学変化を起こしていくと発酵っていうし、人間にとって都合が悪いふうになってくると腐敗っていう、うんうん、なんかこのいいところを引き出してあげるってもう本当にもう発酵的な人だったんだなっていうことを、うん、あのすごく思って、うん、なんかあの自分では全然そういうなんかねあのない、そういう見る目とかが備わってるわけじゃないので、うん、なんかこうね、今もしこういたらどうなってたろうなっていうのは時々想像して、はいはいはい、考えたりしますね。うーんでまあその反面結構和訳的なところもいっぱいあって、はいはいね、玄米がすごい大事だよとか、自然食をおすすめしますよとか言いながら自分はちょっと行ってくるねっつって近くの定食屋行ってカツ丼食ってきたりとか。コンビニ寄ってアイス食ってきたりとかっていうのを平気でやってたりとかして、なんかそういう性だか合わせのみたいなところがあったんですよ。あ、そうなんですね。うん、いいところも悪いところも、まあ、合わせ持ってるけど、なんかこう全体として人をこう巻き込んでいくみたいな、はいはい、うん、そういうなんか魅力がある人だったですね。体壊して、で自然酒作ろうってなったじゃないですか、はいはいはい、でその後玄米やったり、マグロビやったり、で肉食やめたりとかしてたじゃないですか。はい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 、あその後もカツ丼食ってたんですか。その後もあの頻度は減りましたけど。言ってましたね。カツ丼好きだったんですね。そうですね。はい。言ってましたね。あそうだったんですね。うんそれ面白いな。もう完全にそこからマクロビに切り替わったのかと思いましたけど、そうそう、全然そんなことない。やってたのはあの、まあ、自然食は1日1回でいいんだと、うんまあ、1日3回ご飯食べるとして1回はまあそういういいものを食べてればいい、はい、あと2回は自分の好きなやってばいいんだって、はいでもたまあ、確かにそれはもうで、まあ、朝はいつもうちで、はい、あのお母さんが作った朝ご飯食べたんで、うん、あと昼と夜はもう好き放題やってた感じです。そうなんですね。それあれですね、あのうちが一日一膳玄米生活って言ってるじゃないですか。で僕も一日最低1回でいいから玄米食べようと、はい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 、あとは飲み食い楽しくやろうって、はいはい、僕もうちの会社で、はいはい、みんなにこう、まあはい、てかお客さんに言ってるんですけど、はいはい、そういうライフスタイルを広めてるんですけど、はいはい、全く一緒ですね。そうね、本当に、まあ、本当にストレスがないところでもまあいいとこ取り入れていこうっていうところで、うん、同じですね。同じですね。マサルさんはどうなんですか。どんな食生活とかライフスタイル。まあ、家にいるときはうちのおかみさんが、そんなに肉を食べない方の人なので、まあ、全くのベジタリアンじゃないですけども、あんまり食べないのでやっぱ家の食事は、まあ、玄米は最近はあんまりちょっとないですけど、うん、そうですね、雑穀ご飯とかの方が多いかな、で外食するときはもう何でも気にしないで食べてますね、うんうんはい、で今はあんまその出かける機会もそんなにないので割と家でご飯食べる機会が多いので、はい、家にいるときは割と何ですかね、規則正しい生活で、はい、まあ、野菜中心の生活っていうのになってきますね、はい、毎日飲みます。最近は毎日飲んです。この間イタリア行ってきたんで、そうそうね、イタリア行った時にやっぱ毎日ワイン飲むじゃないですか、うん、なんかそのペースがこう残ってて、日本帰ってからもう時差ボケもあったりとかして、なかなか夜寝れないですよね。まあ、そうだからとりあえずもうなんか最近毎日飲んでますね。何飲むんですか。日本酒、やっぱり日本酒ですね。自社の自社の、はい、何飲むんですか、自社の。多いのは、このむすび。あが多いですか。なんかこれなんか疲れが取れるんですよね。むすびください。あ、あ、むすびが多いんですね。そうですね。これは何日で1本開けるんですか。まあ2日ぐらいですかね。あ、まあそうですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあやっぱ、まあ、この玄米どぶろく、玄米どぶろくになるんですかね、ジャンルとしては、はい、そうですね、濁り酒の。これはもう本当ぶっ飛んでますよね。これはね、もうでも本当あの自分が入った頃、その20年ぐらい前から、まあ、作ってはいたんですよ、その頃は全然売れなくて。あ、そうですか。年に1本作るかぐらいですね。1本で大体、まあ、500、600本ぐらいなんですけど。1本って今日の作業ってことですか。
そうですね、このタンク共同作業、うん、タンク1本分、はいはい、大体4、5瓶で5、600本ぐらいの量を年に1回作って、うん、それがなかなか売り切れなくて、うん、それでいつなったらこの在庫はなくなるかなみたいなこのその当時の社員と話したのをよく覚えてるんですよ。で酒粕が出るんで酒粕の方がその頃いろんな自然食業界の方があの玄米を発酵して酒粕だからっていうのですごく重宝していただいて酒粕を作るために酒作ってるみたいな感じだったんですその当時は。そっちの方がニーズがあって。そっちのニーズがあって。はいはいはい。でそれが数年経ってくるとそれは、うん、このお酒飲んだら体の調子が良くなってくるとかいう声が、はいはい、お客様から聞かれたりとか、うん、でその積み重ねで船井幸男さんにご紹介いただいたりとか、はいはい、っていう機会があったりですとか、うんはい、でいろんな著名人の方が竹田哲也さんとかね、いろんな著名人の方がこれを飲んでますよっていうのをいろんなところでおっしゃっていただくようになってから、本当すごくマーケットが広がっていろんな方に召し上がっていただくようになりますね。だからもうなんか今は割とナチュラルワインを飲むような方たちが、このワイルドな酸味のある味が、そのワインの自然発酵に近いっていうことを感じていただいて、そうですね、評価いただいたりもしますし、なんか近いですよね。はい。なんかこう味覚が自分たち作ってるのはあんまり変わらないんですけど、なんとなく時代が変わってきたなっていうのを感じていますね。なるほどなるほど。はい。